中日、13残塁。はい、終わり。負けたー。ゴールデンウィークに何通試合してんねん。くっそつまんね。中日、7安打6四球に相手失策得点、0。無駄に塁を騒がせただけ定期。負けに等しい引き分けやな。まあリリーフ強かったよ。両方勝ちみたいなもんや、投手をねぎらえ。今日は阪神と巨人の貯金が増えただけの日だった。くさ。借金にならなかっただけでもよしとしようや。貴重な連休の貴重な昼間に何を見せられていたんだろう。中日 A クラスっしゅ。岡林バント失敗と石川が全て。お互い怪我なく野球できてよかったね以来。バンテリン、つまらない。